ビデオカメラのデータ復旧を行いました。徳島県のお客様からのお依頼です。対象のビデオカメラはパナソニック HDC TM60。 子供のいたずらで内蔵メモリのデータがすべて消されてしまった。データが消えた後、1分ほど撮影を行っているという状況です。データ復旧処理を行い、14時間53分の動画データの復元に成功しました。またテレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。